動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケでございます。よろしくお願いします。今回は日本橋に来ております。今回すごい早起きして来ております。今の時刻は6時過ぎぐらい。今回三井ガーデンホテル日本橋プレミアさんに来てるんですが、こちら入り口を入って右手のエレベーターに向かって行きます。このエレベーターに乗って9階へ今向かっております。9階に着きました。ドアオープン。その先にはすっごいもきらびやかなロビーで、今回は宿泊しに来たわけではなくて、こちらを食べに来ております。朝田の朝食小鉢ビュッフェ、朝の6時半から10時まで開催しております。でこのすっごいもこんな朝ごはんが出てきたらいいなっていう理想の朝ごはんが食べれます。で宿泊客でない場合3300円税込みで食べれます。時間は1時間って言われました。で朝食ナンバーワンに選ばれてるそうです。ということで開店まで約10分ほど待ちまして入店しました。すごい外が見える席に座れて最高です。それでは早速小鉢ビュッフェの内容を見ていきます。こちらはパンです。小鉢ではないんですけども、パンもあります。でドリンクもこのようにかなりの種類飲み放題となっております。でこちらすっごいもう美しい小鉢たち、すっごい綺麗に陳列されております。もう本当に一つ一つのお皿料理の量小さめです。ゆえに多分いろんな種類食べれるかなと思います。でサラダ、ヨーグルト、あとフルーツ、生のフルーツもあって、あと豚の角煮や、あと焼き魚、ソーセージ、あとはベーコンなどなどがありまして、あとご飯、味噌汁はスタッフの方がよそってくれます。それでは1周目を持ってきました。ご飯とお味噌汁、そしてこの小鉢たち、本当にもう少量なので、この見たままになので、いろんな種類食べれるかなと思います。本当にもうザ和食といったメニューたちが並んでおります。もうこれだけの品数を家で作ったらどれぐらい時間がかかるんだっていうか、コンロの数がきっと足りないですね。でお食事中っていう札をお食事中は置いておきます。それではいただきます。まずはこちらお味噌汁、三つ葉が入っているお味噌汁です。もうすっごい出汁がもう効きまくってて、朝から体に染み渡る味噌汁で、すごい美味しかったです。で次超フレッシュなサラダ、もうこのミニトマト、プチトマトあんま得意じゃないんですけども、一切臭みがなくて僕でも食べれました。美味しかったです。この小鉢たち目移りするってやつですね。でまずは鮭ほぐしからいただきました。でいい意味でこう瓶をほぐしただけで素材の味が楽しめる鮭ほぐしでした。で次がごま豆腐、すっごいもうプルプル、もう超プルプルしてます。すごいごまが上品に香ってこう弾力がありつつ、しっとり滑らかなごま豆腐でした。でこんにゃくの入り煮、これなんかきんぴらごぼうなどに入ってるこんにゃくのピリッと辛い部分を抜いたような味付けでした。で次がお漬物、漬物もすごい香りが良くて、もうこれもまた出汁が効いててご飯がすごい進んで、もうご飯足りないかなっていう感じです。でひじきはちょうどいい甘辛さで、こちらもご飯泥棒です。ご飯がもう進みまくる方々ばっかりです。でご飯いっぱい食べたいなと思うんですけど、ちょっとあの上品な空間雰囲気ゆえ、ちょっと1回のおかわりが限界かなって思いました。で鶏ほぐしバジルソース、しっとりした鶏のささみにバジルソースの香りとレモンの爽やかさが相まって非常に美味しかったです。でこのじゃこ山椒っていうのはもう山椒が爽やかかつしびれた、こう初めて食べる味わいでした。非常に美味しかったです。このナスのオランダ煮っていうのは、噛んだ瞬間こうジュワーって出汁の旨味、ナスの旨味がたっぷり溢れ出てきて超美味しかったです。なめたけ、こちらも結構味が濃いめでご飯に抜群に合いました。最高の
朝食やと思いながら食べてます。で、豚の角煮が朝から食べれるなんて最高です。ゆえに鼻の穴が広がりまくっております。すっごい柔らかく煮込まれてて、脂身もしっかりあってうまうまでした。で、ご飯いっぱいであっという間に完食です。で、イカの里芋煮っていう料理なんですけど、イカってこういう感じで書くんだなって改めて何回も思います。この漢字習ってないから書けって言われたら多分書けないです。で、このように器が一個一個違うんですよね。料理によって器が違うと料理も美味しくなるって、なんか美味しんぼで言ってた気がします。で、次がナマス。すごいマイルドな酸味のナマスで、こう正月によく実家で出てくるんで、懐かしい味わいで美味しいなと思いながらいただきました。で、厚揚げのおろし煮というメニューなんですけど、すっごい厚揚げじゃないほぐれ方をして、すっごいなんか初めて食感でめちゃめちゃ美味しかったです。で、こちらがエビスっていう料理名だそうです。だしのゼリーっていった感じで、なんか食べ慣れないからなんか不思議な感じだったんですけど、すごいだしの香りが美味しかったです。で、次がモロヘイヤのオクラジャコの梅肉和えというメニューです。すっごいネバネバさっぱり、梅肉がいいアクセントになってご飯にも合う味です。夏に美味しいメニューですね。で、鶏ポン酢おろしなんですけど、この鶏を炙った香りが本当抜群に良くて、大根おろしとポン酢が最高に合いました。超好きです。で、この牛のしぐれ煮、食べてるとこ取れてなかったんで、それでもう一回取って食べようと思います。で、2周目持ってきまして、炊き込みご飯にしました。次はで、あと先ほど食べた豚の角煮再び取っております。どんだけ好きやねん。で、ヨーグルトとフルーツ、生のフルーツ、そしてチーズ、ハムチーズ、もう一回鶏ポン酢おろし。で、このハムチーズはクロワッサンに挟むべきだったなと食べてから思いました。で、炊き込みご飯には鶏肉とごぼうが入ってて、おこげもしっかりとついていて、だしも効いてて、こちらも美味しかったです。こちらはマカロニです。こういうなんかネジネジしたやつが好きです。フジッリっていうらしいです。で、こちらがサワラの幽庵焼き、すごい言いにくい。すっごい身がふっくら分厚いです。で、この身が分厚くてふっくら、最高にもうふっくらしてて、朝から贅沢すぎる焼き魚といった感じでした。で、ちなみにこう幽庵焼きって初めて聞いたんですけど、なんかゆずのあんってなかなか出てこなくて、この幽霊の方の幽庵焼きって出てきました。違いは何でしょうか。わかりません。で、だし巻き卵はすごい朝田の自慢の朝食のメニューだそうで、だしがジュワーって溢れてきて、もう超絶美味しかったです。これが毎朝出てきたら朝起きるのがきっと楽しみになるといった超美味しいだし巻き卵でした。ごちそうさまです。で、スプーンとフォークもすごい可愛くて、食器類一つ一つすごい本当にこだわってるなっていう朝食ビュッフェ、小鉢ビュッフェです。で、どうでもいいんですけど、ヨーグルト食べてて思ったんですが、この学校の給食のカレーの時ほぼ 100% でフルーツヨーグルトでした。あれはなぜなんでしょうか。サラダとかの方がいいかなって個人的には思うけど、ちょっとなかなか生野菜は難しいのかなって思いながら、フルーツ何せ新鮮でめちゃくちゃ美味しかったです。で、最後3週目はパンとベーコンとソーセージと、さっき食べ忘れた牛しぐれ煮の松の実入り。もうすごいかなり甘辛く煮込まれているので、ご飯と合う味付けかなとパンを持ってきてるんですが思いました。で、クロワッサンとソーセージ、この組み合わせも非常に美味しかったです。で、この日なんですけども、ほとんど宿泊されている方がご飯食べに来てて、ほとんど 90% ぐらいが海外の方といった感じでした。皆さんお箸を使って上手にご飯を食べておられました。で、今回のこの小鉢ビュッフェ1時間って当日言われたんですが、前は1時間半とか時間無制限だったりしたそうなんですが、ちょっと1時間結構短いので、ゆったり食べたい方はちょっと
向いてないかもですが、味はすごい本当美味しかったですということで、私皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていって、今年中にチャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいですということで、朝から大満足の朝食でした。ごちそうさまでした。